お母さん、私のアイス知らない？あのアイスなら箱を捨てたからトレーの上に移動させたはずだけど。ああ、あったあった。それからマコ、さっきお客様がお見えになったから。お客様？うちに誰か来るなんて珍しいね。うちじゃなくてあなたによ。え？私？部屋にお通ししたからね。ちゃんとなさい。部屋にお通し？はあ。お母さん、メガネが欲しい。どうしたの急に。なんか幻覚が見える。部屋にアリチさんがいるっていう幻覚が。幻覚が見えたらもはやメガネではどうにもならないと思うけど、お薬の出番じゃない？じゃあお薬ちょうだい。いくら忍びの家系でもうちにそんな怪しい薬はありません。というかまたそんな格好のままで。ちゃんと服を着なさい。アリチさんに失礼でしょ。お母さんまで幻覚を見てる。何をわけのわからないことを。幻覚じゃない、本物のアリチ正臣さんです。ほら早くちゃんと服を着ておもてなしをしなさい。幻覚じゃない、幻覚じゃない、幻覚！